ほと乃木坂46の秋元真夏が、3日放送の秋元真夏卒アルラジオ、文化放送、毎週月曜深夜1時0分から1時30分に出演。初体験をした習い事について明かした、秋元真夏、初体験の習い事明かすこの日の放送で、日常的になんでこのタイミングでこれやりたいと思ったんだろう、と、思い腰を一瞬で上げてそういうのをやりに行ったりするタイプと自身が突発的な行動をするタイプだと明かした秋元。最近では英会話スクールに突然行ったそうで、英語やりたいなんてどこでも言ってなかったですよね。家でぼーっとテレビ見ている時に英語を話してる人が出ていて、かっこいい、この人英語喋れるんだ。私もそのギャップ欲しいってその一瞬で思っちゃって、と、英会話スクール初心者で検索をしてその場で体験を申し込んだと話した。英会話スクールは初体験だったという秋元は、お部屋に入って待っていたら外国の方の先生が入ってきて、やっぱり社会人が行くと、職業は何ですか?って絶対聞かれるんですよと職業を問われたと口に。秋元は返答に困った結果、テレビプログラマーと制作側であるかのような回答をしたといい、歌ってたり踊ってたり、ライブでステージに立ってスポットライトを浴びて、みたいなことをいろいろ言って、結果、元乃木坂46の秋元真夏ですをフルで言ってしまったと最終的に隠さず自己紹介をして先生を驚かせたと笑った。秋元真夏、英会話スクールを断念した理由は、秋元は、そこで4人の先生と英会話の体験をしたというが、その場で申し込もうかちょっと迷ったんですけど、この突発的な感情で決めちゃダメなんじゃないかと思って、一旦持ち帰って家で日にちを重ねてるうちに、そういえば私はすごい人見知りだったってことに気づいて、もしかしたら向いてないんじゃないかって、と結局申し込みには至らなかったことも告白、何も変わらない日々を過ごしておりますと苦笑いした。